はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今日はヨガのお隣の業界から超スーパースペシャリストをお招きして、いやー、絶対聞いた方がいいですよこの会話。まずはお呼びいたします。株式会社 PCP でパーソナルトレーナーをされてます代表の吉田さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。吉田照之さんです。よろしくお願いします、はい、吉田です。よろしくお願いします。そうなんです、ヨガのお隣の世界っていうのはパーソナルトレーナーの業界からこの超一流の今リブート、リブートというスタジオを都内で2軒、はい、そして3軒目ももうすぐ出るということで、でももう吉田さんは何年ぐらいこの業界、ちょっと自己紹介いいですか。はい、はい、吉田照之です、はい、よろしくお願いします。株式会社 PCP の代表をやっております。あとはリブートっていうパーソナルジムを、運営していたり、まあ、あとはトレーナーの養成スクールをやっていたり、あとは施設の委託の運営だったりとかですね、まあ、いろいろあの施設の立ち上げのコンサルだったりをやってます、はい、で業界自体はもう本当長くてですね、大学2年生ぐらいの時にフィットネスのインストラクターというかアルバイトでこの業界に入ったので、もうかれこれ27年ぐらいはですねどっぷりとあのフィットネスの業界だったりトレーニングっていう業界に関わらせていただいてるっていう感じですかね、はいはい、しかもあれなんですって、こんなミーハー心で言っちゃいますけど、国民的大スター集団ザイル、あ、なるほどね、ザイルの、はいはい、あのもう何ですか、公式インストラクターっていうんですか、まあ、公式っていうか、まあね、はい、契約されて、そうですね、もう12年、うん、13年ぐらいですかね、エグザイルのフィジカルトレーナーとしては、はい、あのお手伝いさせていただいてるっていうのもありつつ、あとはまあもともとアスリートの、うん、トレーニング指導っていうのをベースにずっとやってきてまして、うん、はい、いや、そんなパーソナルトレーナー業界の超一流トレーナーさんをお招きして何を喋るかっていうとですね、これ吉田さんとの出会いもちょっと30秒ぐらいなんですけど、2月ぐらいに今年の2021年の2月ぐらいにあのクラブハウスって流行ったの覚えてますか、うん、まあ今も流行ってるかもしれませんけど、三木蔵は2月に1ヶ月間もう毎日あそこに張り付いて可能性を探ってたんですけど、その時にもう三木蔵に優しい言葉を毎回毎回かけてくれて、三木蔵さん頑張ってますねって言っていつも同じ部屋に入って喋ってたのがなんと吉田先輩。もしねクラブハウスを聞いてた方は多分三木蔵と吉田さんの掛け合いはもう何度も聞かれたんじゃないかなと、もう吉田先輩っつってもう会ったこともないのにあの時吉田先輩今日も来てくれてありがとうございますみたいな感じでお話してたんですよね。ね、本当に懐かしい。そうで、その時に本当にあのなんだろうな、ヨガの部屋よりはいろんなトレーナーさんとか鍼灸とか整体とか PTA さんとか入る入り混じる部屋がありまして、でその時にどなたかは忘れたんですけど、それぞれの業界の立場で 僕たち喋ってたんですね。そうするとどなたかがなんかそれぞれの業界のなんかこう垣根が取れて、我々の業界とかって今言ってお互い言ってしまってますけど、いつかはその垣根が取れてクライアント、すなわち生徒さんをそれぞれの業界が360度でケアできる業界が作れたらいいですよねみたいな感じですごく腑に落ちるね話をしたのがすごく印象的で、でその時から三木蔵はそうかと、ヨガって割とあのすごくいい世界なんですけどちょっと閉鎖的というか、ヨガはこうだみたいな感じでこう哲学もありますんでね、というところをもしかするとこの垣根をこうちょっと取っ払ってお隣の業界にまあなんだろうな頼もうっていうので、ヨガの世界の人たちがこう交流が出始めるととっても素晴らしいことが起きるんじゃないかなと三木蔵は思ったわけです。その流れの吉田さんありがとうございます。そう、本当に、ね、でなんと来年からはその一環としてヨガジェネレーションと、うん、まあ、吉田さんのところの PCP の会社さんとで組ませていただいて、まずはね大きいことはちょっと難しいと思うんで、何人かヨガの世界から吉田さんのもとに送り込みたいなと私思っておりました。はい、ありがとうございます。本当に、はい、もうヨガはやっぱり本当可能性しか僕ないなって出た思ってるんですよ。本当にヨガは可能性しかない、可能性しかない。それはちょっとちょっとなんか、まね、あの次の回であれですけど、はい、そう、あのまず僕が感じた可能性いいですか、はい、パーソナルトレーナーの世界に、うん、ヨガの世界の人が感じた可能性っていうのは、一回あの
トレーニングの全貌を体験させていただきに行ったじゃないですか、はい、スタジオに、うん、その時にヨガの世界では多分一般的じゃないんですけど、パーソナルとかの世界では一般的な言葉、アセスメントって言葉があるんですね。でこのアセスメントっていうのは何かって言ったら、そのクライアントの現状の状態をちゃんと把握して、でそこに対して課題とかそのどこに行くのかっていうゴール設定なんかをするっていうアセスメントっていうのがもうプロセスの中で必ず入ってくる。だけどヨガの世界は基本的には新規の人が来たら、じゃあ60分の体験クラスっていうのでいきなりクラスが始まるっていうところに僕はちょっと衝撃を受けて、それが当たり前だと思ったから、ヨガの世界の方が。なのでちゃんとクライアントの現状を見て、この人がどこに行きたいのか、何を望んでるのかっていうのをちゃんと分析してからトレーニングを始めるっていうところにもう痛く感動した次第なんですね。やっぱりそれ当たり前なんですか？ぶっちゃけで言うと、はい、うちだから当たり前なんですけど、はい、これまあ変な言い方じゃないですけど、はい、普通のパーソナルトレーニングジムは大半それやらないです。やらないですよ。いきなりやるケースがほとんどですよ。あ、痩せたいんですね、じゃあ筋トレしましょうみたいな、はい、食事制限しましょうっていうのがまあほぼほぼ大半です。なので他のチームのパーソナルに行かれてる方がうちに来ると大体皆さん衝撃を受けるんです。同じように。なるほどあれこんなことやるの、うん、みたいな、うん、で僕ら的にはこれがもう当たり前だと思ってずっとやってるんで、はい、っていうのはなんかもう僕がもともとアスリートをずっと見てるじゃないですか、はい、でアーティストとかもそうですけど、はい、元々の現状だったり、はい、どこを目指しているのかを知らないで、うん、トレーニングの処方って僕できないんですよ。何が問題か分かんないで、うん、当てずっぽに、うん、あこれやっとけばいいだろうみたいなプログラムってバッてやっても、はいはい、彼らね、あの、なんだろう、人生かけてやってるので時間もないし、うん、ね、本業はね、アスリートであればグラウンドとかフィールドで活躍することが一番だし、うんうん、練習の時間をしっかり確保しなきゃいけない、うんうん、でアーティストなんかも、はい、まあ、舞台ライブのね、そういうところで活躍するのがメインなんで、確かに、で他の活動もいっぱいあるから、うん、トレーニングの時間ってあんまり取れないわけですね、うん、だからその中で最短で最大の効果を出そうと思った時に、うん、最短で最大の効果、最短で最大の効果を出そうと思った時に、はいはい、的確にですよ、はい、その情報をやっぱり収集して、うん、問題点を見つけて、うん、無駄なくアプローチしていかないといけないっていうところが僕らはベースにあるので、まあ、これがフィットネスクラブに、はい、まあ、週5、6回通われてる方とかいらっしゃるじゃないですか、うん、お時間たくさんあって、うんうんうん、そういう方は変な当てずっぽにトレーニングやってても成果出るかもしれないですけど、うん、本当に週に2回とか行けても3回ぐらい、うんうん、まあ、下手すれば1回しかないっていう方に関して言うとやっぱり、はい、きっちり当てていくんですね、そこにね。無駄打ちできないんですね。なるほど。なのでそうなんですよ、うん、ミキトさん多分パーソナルってうちで受けられたのが初めて、はい、かなと思うので、はい、他に行ったらまた他のやり方がいろいろあるので、行ったら多分大半はうちほど細かく、そうなんですね、まあ、そうなんです。僕らこれトレーニングの人間ドックって言ってるんですけど、はぁ、はい、いや、じゃあ、ミキゾーちょっと間違ってるかもしれない。パーソナルトレーニングに惚れたんじゃなくて、吉田さんのところのメソッドに惚れたのかもしれない。すごいな。多分、他はちょっとね、見ていただくと。なるほど。大半、うちみたいなシステムでやってるところはないので。あ、そうっすか。はい。いや、本当に面白くて、自分の体が今どれぐらい動いて、その、知らず知らずのうちな、にやってる動作が、その体がもう丸裸にされたような感じ。確かにトレーニングの人間ドック。いう、その通り。そうなんです。なるほど。なので、うちの会員さんは、じらされちゃうんですよね。なるほど。なぜかっていうと、うん、いきなり入会できなくて、アセスメント、人間ドックをやって、はいはい、で、ちゃんと体験トレーニング、どういう方向性でうちがあなたに対してアプローチしますよっていうのをちゃんと提示させていただいて、はい、そこにご納得していただいた上で入会っていう流れなんで、俺、入りたいんだけどってよくいらっしゃるんですよ、お金持ってる方で。はい、もういろんな有名な方がいるから、はいはい、ここいいだろうって言って、いやもう入るから、はい、いやちょっとうち無理なんでいきなりお断りさせて、うち無理なんで言ってみてすいません、ちょっとちゃんと受けていただいて本当にご納得した上で入会していただきたいっていう。なるほど。なのでうちの場合やっぱり普通のパーソナルジムよりも大会率が低いんです、うんうん、なるほど。そこまで納得してもうこれをやるぞっていうところが明確に決まってるので、いやっていうのがあったりするんですよ、ね、そうなんです。そうなんです。そこにまずミキゾはちょっと衝撃を受けて、そのヨガの世界にこのアセスメントっていう常識にできなくとも、今後ヨガの世界もパーソナルとかグループレッスンだけじゃない扉がどんどん開いていくと僕は思ってるので、
それにこの知識とかメソッドがヨガの世界で融合したらとってもすごいんじゃないかなって思ったんです。なのでまずはヨガの世界から何人か吉田さんのところに送り込むお手伝いを三木蔵はしたいなと思って、まあ、今日に至るみたいな、うん、で確か来年1月からいよいよそのトレーニングが、しかもトレーニングってあんまり今までやってこられなかったんですよね。あ、トレーナーの養成スクール、はいはい、スクールですね、うんうんうん、だからパーソナルトレーナーを養成するスクールは、はい、まあ、試験的に1年ぐらい前から、はい、まあ、ちょいちょいやってたんですけど、まあ、コロナの影響もあって、はい、なかなかリアルで、うん、指導する機会ってなかったんですけど、ね、なのでそのまた何だろうな、やってこなかったその秘密の PCP のメソッドがいよいよヨガの世界の人でも受けれるっていう貴重な機会を得れそうなので、よかったら興味ある方はこちらに、概要を、ね、載せておきますのでぜひ見ていただきたいのと、今日はあと 2,3 本、ね、お付き合いいただきますけども、次の回では、はい、そのヨガの世界から見たなんとこの吉田さんめちゃくちゃ偉い方で今ヨガのティーチャートレーニングを受けられてるんですよそう、三木蔵たちと仕事をするんだったら僕もヨガの世界知っとかなきゃいけないよねっていうところで今ヨガのトレーニングを受けられてて、でトレーナーとしてはプロフェッショナルでっていう、その両方のヨガとトレーナーの視点でどこが接点があってどこに未来があってどこを融合できるのかみたいなのを次の回で紐解いていきますので、ぜひ次回も見逃しなく、はい、それでは吉田さん今日もありがとうございました。はい、では。